4ーートフォーホライゾン遊んでいきますさて真っ暗な状況でありますが現在スターライトド,ドライブインですねで今回はとりあえずダイヤモンドシティそちら向かってみましょうでそこに食料が売ってると思うんでねどれくらい購入することができるか前回パラディンダンスにあったのでもうそこから先はね多分安全に進むことができますねまあ、途中何かちょくちょく枯れる敵でもいればそちら勝っていきますかでは早速進んでいきましょうバンテージが現在ゼロなので 作っていきますか。そこそこ作れますね。5個ぐらい必要かなグレーガーデンに寄れるんであれば、寄っていきたいところですけど。場所はどこだあ、そこですね、ちょうど。ここには、植物が置いてあるんで。これを回収していきますか。あれ枯れてる取れなくなってる、これもしかして。マットフルーツが。取れませんね。なんてことだ。そういう調整がされてるんだ。ナイフはどうかな ここにはプランターがありますけど、あら、取れないよ。ニジンプランター。もろこしも取れない。ジャンクは盗ま扱いですね。じゃあ、とりあえずクエストだけ受けておきますか。この場所には何かありますかね多少ジャンクがありますね。ここは見事に隠しェルターが無意味だったんでしょうね。みんな骸骨になってしまっている。でも外に出てるということは、入れなかったのかな中にね。前方は、キャラバンガード。 近づくと戦闘になるんじゃないの、あれレーダーあたりと。スナイパー用の銃ないかなこれは、スコープ付きですね。遠方からやれるかなあただ照準がブレるな。あれ、レーダーだ。レーダーを先にやりたいが。うわあ、すっげえ揺れる。止めろ。頭狙って。うおっと。一発で倒した経験値入りましたね。あれなんだクラスターチャイルドおおなんだなんだ。敵の攻撃か、あれは。 何か吹き飛んできましたかあそこにいますね。いるぞ。えっと、後頭部撃ってみたか。効かない。外した。よし。ボーディー決まったけど、三分の一ぐらい。うわ、近い。見つかったか。見つかった。逃げろ。よし。距離を取る。ガービーがやってますが。あそこにいるな。おっと、はいぞ、移動が。横移動超早い。 今だ一発当てたあと一発ぐらいかうわ、外したスローモーションになるレジェンダーが欲しいですね。よっと決まったけど、あと一発ぐらいかよし倒したヒルンですね。もう一体ぐらいいるんじゃないかどこ行ったんでしょうね今使ってる武器は、パイプボルトアクションライフルの5.56弾ですね。威力はなかなかではありますが、死体から回収しよう。12ゲージしてる。 レバーアクションショットガン。なんだこれ。良さそうだな。解体しないで持ってきますか。見た目は、レバーアクションライフルですね。普通の。ショットガンだから、近接向きですかね。前方に、レジェンダルいるぞ。やばいな。スコープからは、見にくいが、あれだ。あ、やった。ステルスで、レジェンダル一発で倒した。やはりステルス最強だな。レジェンダルこいつかこれはなんだパイプリボルバーピストル。 なんかレジェンダリーの星マークついてますけど。直接レジェンダリー落とさないと聞きましたが、いや、これの下のアイテムが、レジェンダリーを作るためのアイテムでしょうね。これは何なんだでもなんか良さそうだね、この武器はね。パイプリボルバーピストル、ヒーテッド燃える火のエフェクトがついてますね。なるほどね。じゃあこれ使っていくか。これがパイプリボルバーピストル、ヒーテッド。燃える能力つき。こいつは死にながら、頭のライトがついたまんまですね。どちら経由できますかね。 オーバーランド経由でもいいかね、意外とあそこ危ないからね。やっぱり安全ルートで行くか。ここには地雷がありますが、地雷は取れるようになったかなちょっと確認してみますか。あ、あ、ちょちょちょ,ちょ,ちょ,ちょ普通に位置が遠くてアクセスができなかった。まだあるんじゃないか、地雷は。ここはよく死体が転がってる場所ですね。いっぱいあるじゃないか。ここら辺はたまにランダムな敵が現れますが、 今回何もなしかな ?NPC にあったりもしますね。あっと、出てきたぞ。あれは誰だネス。ああ、これは、クエストキャラクターですね。ちょっと話していきましょうか。このクエストはまだ受けたことがないから、ちょっとやっていきたいですね。50キャップ。もうちょいだ。あ、失敗した。あらららら。ガビー、どうしたたのあなた。すごい格好してるよ。あららららら、どうなってんのあ。万歳。なんか、悪魔に乗っ取られた人間のような すごいポーズだな。とりあえずこの橋を渡れば、いつものルートですね。ハングマンズアリーを取って、ダイヤモンドシティ、ミュータントと争ってるでしょうから、参加しますかね。ここのレーダーはまだ無理かな。ただスキルもありますからね。取りたいところでありますよね。ハングマンズアリーもね、なんかちょっと拡張されてるっぽいですね。まあ、それは、時間あたりにしますか。早速、交戦が行われてるようですね。ここら辺からは、建物の多い場所ですね。 ディビジョン風の気分が味わえるのか。なんだなんだラットが。え、なにこのラットはラットストームもしかして。ラットストームはまずいよ。早めに台物していくか、先に。ミュータントハンドいますが。確しか。はい、した。あやっぱラットストームだ、これ。うわこれはちょっとどっかで休みましょう。ここに布団ありませんでしたガードが休める。反対側かなあ、待つ待つ待つ。急ぐぞ。 しかしこれ、パイパーのイベントあるからな。入るまで時間かかりますね、おそらく。屋内ダンジョンあったな。地下水道、こちら。ここに入るか。ミュータントは無視していくんだ。レベルアップした。よし、中に入って隠れる。ここは面白いホロテーブのある場所ですが、エディ・ウィンターとは関係ないのかなあら、ガービー。まだお前そのポーズか。とりあえずほとぼりが冷めるまで、内部ちょっと探りますかここあんまり来ないからな。 何かのクエストで来るんですかね探偵に向けたホロテープ。ニックがいると話は変わるのかなこのバッテンマークは何を意味してるんでしょうね。グールが起き上がったぞ。テイ削って。どこにいのそこで撃てないぞ。来たああああガミ助けて外したおっと、決まった危ない危ないおおおグールが絡みついてくる。 まだ奥にもいるな。あれか。当たったけど。よし。ああ、あいつレジェンダリーだ。危ね。うわあ、来るぞ、これ。やれんのか。ほいー。あいつ、強いなんだあれ。うわあ、ミューテーした。玉込めて。ガビー、助けてー。いーよしよしよ何やってんだ、ガビー、お前。撃ってくれよ。こいつのお宝はこいつレジェンダリーでしたが あ、これが、レジェンダリアイテムか。頭に当てたいところですが。出てくるか。来たけど、あ,あ決まったよ。一発で倒す。しかし、経験値は2。ま、あ、経験値は少なくてもね、このスキル自体が、使えば使うほど上がってるんで、ちょっと確認しますか。スキルメニュー。で、現在持ってる武器が、どのスキルに該当するか。これですね。これで見れる。これは、ファイアーアームズ、スタンダード、というものに分類されている。ファイアーアームズはどれこれか。 現在13のようですね、能力は。右側のカッコは何でしょうね。この青色のね。これが何だかわからない。ここまで上げることができるとか、そういうことかな。レベルアップは可能だな。ローカルリーダー、これ取っときましょう。拠点を繋げるのが必要ですね。こんなとこに、ブロードフライ。あとは、核廃棄物。これ嫌だね。ブロードフライ罰やるか当たるかな当たらない、当たった。さらにブロードフライ。 あれは壁に止まってんのかな一発で倒す。さあ、ブロートフライはバッツで、ドカーンと。この上ですね、パイプ。これを使えば、汚染されないで済むはずだ。よし、大成功。イスカベットありませんかあ、マットレスあるね。これで時間を過ごせそうだが、マットレスで寝ると、体にあんま良くないからね。やはりダイヤモンドシティまで走っていった方がいいかな、これ。眠気がひどい。 死にそうだ、これ。あまりに眠くて。ここはまた。なんか出そうな場所だか。ああ、いっぱい湧いた。うわあ。快おら、どうだ。お、効いた。あ聞効いてない。全然効いてない。逃げろ、逃げろ。コーションだ。レバーアクションショットガン。これ使ってみるか。うわ、いっぱいレバーアクション。ショットガン。あんまり効いてない。もっと力必要あるかな。ああ、はいはうわーこれ、レバーアクションショットガンだから。5発。 弾越めしないと。次は撃てない。そういうやつ。うわぁ、ばい何もいない逃げろ逃げろ距離取って。どうだまだいるか確確撃てい発射あらあ、弾がダブルバレルで弾越えて、あいつは負傷中かな下にまだいますね。来た来たけど撃つう決まったあと一体あいつも負傷中倒したどうだクリアか ここに赤ん坊。あら。ベビーカーに赤ん坊が、悲惨なことになってますね。このバッテンは、死体の数あ、ボルトテックランチボックス顔が書いてあるえ、これは、全部こうなってるの全部こうなってるんじゃなくて、ここだけのものかな。こんな顔が書いてあるんで知らなかったよ。沸いた。うわっと上から、湧いたけど。うわー、燃えた、燃えた。あ、ちゃ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 。 何が起きた何が起きたか分からんがら、腰ちめで打つまたダメージをもらっちまったな。かなり厳しいぞ、これは。ここにはドッグフード。首をつけられた、骸骨。さらにバッテン。まあ、一応ホライゾンのバランス調整で、こちらのレベルにあった敵が出るようになってるんで、とりあえず難な,なくではないが、こなせるようにはなってるんでしょうね。さて、この部屋は、マネキンが、アート BGM に、ぐられたぞ。 狙えよし、決まった決まったデンジじゃ上に一体あー、二体来た行か下がろう来たぞ狙えもう一丁あーっとあら、できたガーベース縦にするうぅー、しまった逃げろ逃げろーいついぞここら辺を使えば、奴ら簡単には来れませんね。そうかほいーもう一丁まできてるかあたー,っー突っ込んできた来るかおらっと オーディオ狙う。弾込めて、発射。まだ反応があるな。コーション。沸いた。どこあんなとこで湧いた。うわぁグローイングワンこれはまずい。逃げろ逃げろ。いやぁ見つかったまずいぞ。ガービーが縦になってくれるのか。無理じゃね、グローイングワンは。あ、意外とやれる。お、やれるぞ。うわぁ、来た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 。逃げろ逃げろよー 会社う当たったけど、あと一発。よし、奴は負傷した。今だやった倒せるようになっていた。しかし、応戦されましたね。4の光下のグロイングワンはね、グールをどんどん孵化させるんで、かなり恐ろしいですよね。76のグロイングワンは、あの、能をのき散らす、あの技、使ってきませんよね、そういえば。76のグロイングワンは、まあ、まだ、未熟だということで。そこまで進化はしないんでしょうね。 グロイングワン倒したから。もうクリアかな。セールドマガジンパッケージ。これはマガジンが内部に入ってますね。そしてステルスボーイ。これでカーゴボットの材料が揃ったんじゃないかな。あとはレシピだよね。今入手したマガジンを開きますか。中身は何かな何かの物語。一つ目。出口ですね。じゃあ戻りますか。で、まだ外で、ラットストームがね、ついてる場合は、先ほどのマットレス。あれを使いましょう。 どうやら、ラットストーマは終わってるかな腹の減りがやばい。もうアクションポイントは本当にないもうようやく目的の肉屋に行けるけど。まずはパイパーのイベントを。なんか今後ろから、た誰何トレーダーちょっと待って、パイパーで話してる最中でやってきた。どうなってんだこれ。なんかくれたようですね。こんなイベントあんの スプレッソンガービーのガービービに渡したけど、私にはくれないのかガービーと物を交換すれば、なんか手に入るのかボトルキャップ。もらってしまおう。これ悪くないでしょ、もらっても。よし、肉屋に行くぞ。おりゃあ。腹が減ったんだ。お、雪のダイヤモンドシティも、かなり綺麗ですね、これは。とてもいい感じだ。そう。バニラとかではね、絶対に用いられなかったこの肉屋。 それがね、このホライゾンではとても役に立つと。じゃあ何かあ、いろいろ売ってますが、お値段もそこそこですね。とりあえず全部買ってみますかこの辺はね。で、不要品は売るんだ、こちらも。キャッパーたっぷりあるからね。でも待てよ、これ。肉の焼ける場所あんのかなそれがやや心配だね、これ。ワインがなんか価値が高いね、これ随分ね。あ、酒は喉の渇きも潤くあるかな ?47 で売れる。バフアウトが結構あるから。これを多少売りますか X セル。これ能力アップだが。うん、使うかな、これ。とりあえず一つ売るかなあジャンクも、高く売れたりできるものもありますね。うん、肉自体は、あまり重たくはないから、重量の稼ぎはならなそうですね。ジェットが溜まってるけど。この多少売るか。溜まってる酒を売っていく。酒は何気に、ちょっと重たいからね。重量があって。よし、取引成功肉の焼ける場所はここにはないかおっと。 ハイパーは急に話しかけてきた肉を買っていたらあったぞここにあったこれ作ろうやったまずはエキゾチックミールこれでベイクドブロートフライあとはベーシックミールあ,あマットチョップスが作れるようになってるリーブアイステーキこれをたっぷり作るああしかしこれまでかなあとは肉を解体してさらに作れますかねバグカバスこれ一1つ作るあとはウエストランドバーガーこれが3つ作れますね よし。じゃ、一回宿に泊まりますか。あー、宿に泊まる。パイパー仲間にすれば、ベッドで休めるからただで。いや、とりあえずまあ、宿に泊まりましょう。二重キャップ。あー、ちょっと高いな。まあいいや。ここで、12時間寝ますか起き上がった瞬間死ぬとか、そんなことはないかな。あまりに腹が減ってね。あら、眠気は大丈夫まだ足りない、これ。右下、白色になってるけど。十分なのかなこれは。 しかし、お腹がすごい減ってるし、喉もかいてる。これで食べて、果たして万全になるかどうかですね。ベイクドブロードフライ、バグカバス、なんとかビッツを食べる。いいぞ、お腹の具合は、どんどん減っていく。これはしばらく、ダイヤモンドシティ、ここら辺を拠点にすればね、お腹が減って困ることはあまりなさそうだね。しかし喉のかけはまずいな。水を飲む、ピルフィードウォーター、あとは消毒液、ラットを受けたが、あと酒を飲むか ここら辺の腐った肉とかが溜まってしまってるんですけど、これ使い道ないのかなぬかコーラ。いいぞ。ぬかコーラを飲めば、ラットに犯されるが、喉のかきは取れる。お、かなり、収まりましたね。状態は。お腹はまだ減ってるんだな。レベルもアップしますね。何かあげようかな。よし、スニーク取るか。やはりスニークは重要だよね。戦闘する上で。よし、それでは今回はこれんで、一回終了したいと思います。まあ、ダイヤモノシティの肉や、 もうホライゾン上ではね、かなり重要な店となりましたね。じゃあ次回はハングマンズあたりあたり落として、で拠点をね、繋げられるんであれば繋げていきましょうか。ではまた次回